XO3C、ソック、サン 3C ガル飛行する SOC-19979 号機。ソックシ c ガルは、アメリカ合衆国のカーチスライト社が開発し、アメリカ海軍などで運用された、偵察機兼観測機である。愛称の、C ガルは、海かもめのイ。当初は、XO3C として計画されていた。また、海軍交渉制は、3C ガルである。 ソック・シーガルは、アメリカ海軍が1933年に示した、新型作敵、観測機の要求使用書に基づいて開発された機体であり、1933年から1945年にかけて使用した水上偵察、観測機である。1933年に運用を開始してから6ヶ月の間は C、XO3C-1 と呼称されていたが、 偵察と弾着の観測を兼ねることが決定して、名称はソックとなった。ソック -1 からソック -4 までの各種派生型が開発され、さらに1941年にアメリカ海軍が英数字の故障を補うために愛称の使用を始めた際に、その上品な姿からカモメを意味するシーガルと名付けられた。 ブルックリン休憩巡洋艦に搭載されているソックマイナス3アメリカ海軍の要求仕様に基づいて、アレキサンダー・ソーラが設計を担当し、モデル71の名称で、単発服用、機体下部に、主フロート、翼端下部に、副フロートを持つオーソドックスな水蒸気として、設計された。当初は陸上の基地で運用する際に備えて、中央のフロートに車輪を内蔵していたが、後には、 陸上で運用する際にはフロードを外して、足を取り付けた完全な陸上機とする設計に変更された。これは、アメリカ海軍が発注した、関西水上機に共通した特徴であり、以後開発された機体にも共通する特徴である。2丁の30口径7.6ミ、mm、リメートル機関銃を搭載し、1機は前方固定式に、もう1機は後部座席に旋回式に搭載された。 底翼に2つの小型爆弾が搭載でき、最大速度時速 266km で 1086km の距離を飛行できた。最初の型であるソック -1 シーガルは135機が発注され、その後、陸上運用のために、アシリン式の膠着装置に交換できるように改め、設計されたソック -2 シーガル40機。 ソックマイナス3シーガル83機の発注が後に続いた。1937年までに総計258機のソックが開発・生産された。ソックマイナス3は基地での使用のために3マイナス1シーガルの名称で海軍航空省でも生産され、1940年には44機が3マイナス 1A シーガルとして、 改めて艦上機として配備された。シーガルは後継機種と交代するため1938年に生産を終了し、1941年までに戦艦の搭載機はボート車の OS にユーキングフィッシャーに、巡洋艦の搭載機は SO3CCMU に移行する計画であった。しかし、SO3C がエンジンと機体の安定性の問題で失敗作に終わってしまったため、 岸交換の計画は破棄され、シーガルは結局終戦まで使用された。アシリン式の陸上機型は着艦高速装置を装備した A 型に回収され、アメリカ海軍初の護衛空母、アウェグ -1 ロングアイランドの搭載機としても運用されている。変態を組飛行するソック -3 シーガル。ありがとうございます。